金融再生委員会委員長は日本の廃止された国務大臣。金融再生委員会を代表する。金融再生委員会が設置された霞ヶ関ビルディング日本の金融再生委員会に置かれた国務大臣であるが主任の大臣ではない。主として金融行政を所管する国務大臣であった。金融再生委員会は金融破綻処理制度及び 金融危機管理についての調査、企画、立案を所管した。具体的には、金融機能の安定と再生を目的に、金融機関破綻時に必要な処置を講じた。また、銀行業、保険業、証券業、その他の金融業の適切な運営や、経営の健全性を確保するため免許、検査、監督を行うとともに、 証券取引の公正さをを確保するたため監視を行った金融再生委員会委員長は金融再生委員会のこれらの会務を総理すると共に金融再生委員会を代表した。金融再生委員会にて金融行政を司る組織としては金融再生委員会の内部部局である事務局金融再生委員会に設置される株価算定委員会 金融再生委員会の下部組織である金融監督庁や金融庁などが挙げられる。金融再生委員会委員長はこれらの組織を担当する。金融再生委員会は金融再生委員会委員長及び委員4名で構成されており、委員会の会議は金融再生委員会委員長により招集された。この時、金融再生委員会委員長及び 2名以上の委員が出席しない場合は、金融再生委員会としての会議を開き、議決をすることができなかった。また、金融再生委員会の議事の採決にて可否同数となった場合は、金融再生委員会委員長の決するところに従うことになっていた。また、金融再生委員会委員長に事故がある時に備え、金融再生委員会委員のうち1名が、 金融再生委員会委員長代理に指名された。金融再生委員会が設置された霞ヶ関ビルディング1998年に開かれた第143回国会にて、金融再生委員会設置法案、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案、といった金融に関係する、 法案が相次いで可決成立した。これを受け、小渕内閣では金融再生委員会の設置を見据え、金融機能の再生及び早期健全化のための施策等を円滑に推進し、金融再生委員会の設立準備に資するための行政各部の所管する事務の調整を担当する国務大臣として、金融再生担当大臣を設置することになった。 それに伴い、国土庁長官として入閣していた柳沢白雄が国土庁長官を退任して金融再生担当大臣となり、金融機能の再生及び早期健全化のための施策等を円滑に推進し、金融再生委員会の設立準備に資するための行政各部の所管する事務の調整を担当することになった。百九十八年十二月十五日に、 金融再生委員会が発足すると、柳沢白雄は金融再生担当大臣の任を解かれるとともに、金融再生委員会の初代委員長に就任した。以来、7代5名が委員長に就任している。2001年1月6日、中央省庁再編により金融再生委員会は廃止され、金融再生委員会の業務の大半は金融庁に引き継がれた。 それに伴い、金融再生委員会委員長の職も2001年1月5日付で廃止された。金融再生委員会委員長の職が設置されていたのは、1998年12月から2001年1月での約2年間である。柳沢白尾の委員長在任期間は通算で約1年に達しており、 委員長設置期間中のおよそ半分は柳沢の在任期間だったことになる。柳沢以外の委員長は在任期間が短いものが多かった。小渕第二次改造内閣で第二大委員長を務めた落ち道夫は金融検査についての発言が波紋を呼び、在任4ヶ月強で辞任した。また、第二次森内閣で第五大委員長を務めた久関三鷹は 参議院ピレークの比例名簿掲載順位を上げるため、党員を集めた際、その党費を民間企業に肩代わりさせていたことが発覚し、在任1ヶ月弱で辞任している。新聞などの報道では、簡略化して、金融再生委員長、金融委員長と表記されることも多い。英語での故障については、Chairman of the Financial Reconstruction Commission とされている。 ありがとうございます。